1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日。3月19日、ミュージックの日。ミュージックの語呂合わせにちなんで、日本音楽家ユニオンが3月19日に記念日を制定しています。日本の音楽文化と音楽家の現状に関する理解を求め、生演奏による音楽をもっと楽しんでもらうことが目的とされており、例年3月19日を中心に全国各地で有志によるさまざまな音楽活動イベントが行われているそうです。カメラ発明記念日。1839年3月19日、フランスのルイマン・デ・ダゲール氏がダゲレオタイプと呼ばれる写真機を発明したことにちなんで制定された記念日。ダゲレオタイプはカメラ機に光を集めて機器に投影させる仕組みで、被写体は長い時間写真機の前でじっとしていなければならなかったものの、絵では出せない表現力で写したそのままを残すため大変な人気を集めました。またダゲレオタイプは観光材料として銀メッキの銅板などを使用していたことから、日本で普及した際には銀板写真とも呼ばれておりました。ハーバーブリッジが開業。1932年3月19日、オーストラリアシドニーにあるポートジャクソン湾、シドニー湾の南北を結ぶ鉄道、車道の兼用橋、ハーバーブリッジが正式開通しました。幾度かの改修がされ、今日では鉄道、車道に加えて自転車専用道、歩道も設置されています。そのため、世界一車線の多い橋としてオペラハウスと並んでシドニーを代表するシンボルとなっています。またハーバーブリッジは橋の両端にある高さおよそ100メートルの石造りパイロンが鉄のアーチを支えており、この鉄のアーチを登るブリッジクライムなどのイベントも行われています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。